おい、アーニャ。そんなところに隠れて何してるんだ？警戒。アーニャたちは今、敵のアジトに侵入中。え、うん。なんだ、例のスパイごっこか。大丈夫ですよ、アーニャさん。敵に見つかっても、私がやっつけて差し上げますから。うん。父、敵はいつも、アーニャたち狙ってる。はいはい。それで、これからどうするんだ？爆弾、取り返す。ウッフォ。ボンドと一緒に探す。爆弾、爆弾。よし、エージェント・ボンド、敵のアジトに乗り込む。ついてこい。ウッフォ。おい、待て、こら、どこに行くつもりだ？ったく、人の話を聞きもしないで。言ってしまわれましたね。絵日記を書くから城に連れてけなんて言われて連れてきてみれば、これじゃ普段の日常とは変わらんじゃないか。ですが、アーニャさん、あんなに楽しそうにしていらして、それだけでも連れてきてよかったのではないでしょうか。確かにそうかもしれませんね。ちーちー、はーはー、アーニャとボンドだけじゃつまんないから、早くしないとお城が爆発しちゃう。わかったわかった、今行くから少し待ってろ。うい、ついてこい、お前ら。うん、仕方ない、行きましょうか、ヨルさん。行きましょう、ロイドさん。